こんにちは、こんばんは。サードチャンネル用のネタができたんですよね。昨日ね、もう緊急事態宣言が明けたので、近所のホテルにアフタヌーンティーね、緊急事態宣言明けのお祝いにアフタヌーンティーを食べに行こうとしたら、もうホテルのラウンジがやってなかったっていうの、まあそれが1個目のこのネタ。で、2つ目がやっとクチーヌのところにも特別定額給付品のお知らせっていうのが本日届きまして、そこに書くのは、自分の名前とハンコと、口座と免許証のコピーと、免許証がない場合は保険証とかマイナンバーカードでもいいんですけども、それと通帳のコピーを送るんですけども、散々ネタになってるから知ってる人は知ってるんですけど、特別定額給付金を希望されない方はチェック欄にレテンのチェックを入れてくださいっていう文章がね、ちょっとフクチーヌの個人情報が出ないようにこうするといいかな、こんな感じで書いてあったんですよ。どういうことっていうかさ、これをわざわざ送られてきて政府に送り返すだよね。自分の名前と銀行もしくは郵便貯金と保険証のコピーとかを送るのに、希望されない人はチェックしてくださいっていうのを、なんかさ、日本語がよくわかんない人っていうか、なんていうのかな、文章の意味がわかんない人っているじゃない。それチェックしちゃったらもらえないってことだよねと思った。以上です。ポチッとな。いや、でも散々ネタに上がってるけどびっくりした。